皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。マリコ処方です。お付き合いください。よろしくお願いします。では今日の一冊はどちらになりますか。はい、小池マリコさんの月夜の森のフクロウです。もうこれは今非常に話題になって売れてて、いろんな方も批評してるんですけども、やっぱり2021年を飾る名作だなと思います。あの朝日新聞の連載中からはもうすっごい大反響だったんですけども、小池さんって名文家だから本当に文章が美しいんですよ。そしてこう研ぎ澄まされたこう悲しみがね、こう結晶のようにこうピカピカになって透き通っていくっていう感じですかね。あの藤田誠さんの本この間取り上げたけど、私はまあ、あの何度か軽井沢伺って藤田さんとも親しくさせていただいたんだけども、なんていうかラブラブとか愛し合ってるとかそういうんじゃなくて、あの普通作家同士の夫婦ってそんなにうまくいかないこともあるんですけども、この二人はまあ相棒って何度も言ってるけど、片割れみたいなね、おっしゃってます。そして巣の中で二人、繭の中で暮らしてたっていうけども、お家がすごい素敵なの。でグランドピアノがあって、藤田さんがよく弾くらしいんだけども、弾いてたらしいんだけども、そしてあの小池さんは6時になると仕事を辞めてね、お料理作って二人でこうお酒飲みながら何時間でも喋ってて、で私はあのそんなに毎日旦那と話して楽しいって言うと、やっぱり喋ることはいっぱいあったっておっしゃってたし、小池さんってあんまり例えば東京に出てきて私みたいにこう毎晩さ誰かとご飯食べて、お酒飲んでってことなさらないんですよ。ずっと本当に作家になりたかったから、あの軽井沢に入った方なの、ね、で私はもう同じ頃デビューで小池さん、あの悪女の娘とか書いてさ、すごくこうマスコミ見てた時フンみたいな感じで、すごい美人だった、今も美しい美人だったから、何をこの人みたいな感じで思ってたんです。思ってた、あの何これとか思ってたんですけども、私がもう非常に軽薄にそういうあのマスコミの渦の中自ら飛び込んでったのと比べて、小池さんっていうのはあの作家になりたいからって言ってこう軽井沢に閉じこもったの、そういう、あの騒音から逃れて本当に小説と向き合うって。で今さ、なんか本当にさ、なんかちょっと出てきてさ、あの本当小説なんて書いたこともなくて、ちょっとコラムやさ啓蒙書や、なんかみんな作家とか言うけど、私から言わせるとそんなに甘いもんじゃないし、やっぱり小池さんほどの才能でもあのそのテレビ出てくれと、そういうものと決別して軽井沢お入りになったんですね。それからこう素晴らしい作品いっぱいお書きになって、直木賞もお取りになって、あの本当に第一線のすごい作家になったんだけども、藤田さんがそれよりちょっと遅れちゃったんですね、直木賞が。でその時にやっぱりこう心の中をずっとこうモヤモヤがあるんですよ。こう自分だけがちょっとあのそういう賞を取ってしまって、でもね、あのついに藤田さんがお取りになった時に、記者会見場で2人ハグしてね、それが朝日新聞の第一面を飾ったりしましたけども、藤田さんもすっごいこう頑張ったって言うと、ちょっと上から見せて、なんかいいものをどんどんお書きになって、お二人とも吉川英治文学賞で大きな賞をお取りになりました。で2人でそういうふうにもう作家としての地位も固めていたのに、がんになられちゃって、それでその後、あの私ちょっと別の文学賞で一緒でね、藤田さんがん大丈夫って言って、もう平気平気、それで割と藤田さんでよくお話になる方なんだけど、薬が効いてね消えちゃってったんですよ、でこうでさあでさあとか大変だったけど、こうだったんだよああだったんだよっていつもの通りおしゃべりだったから、よかったこんなに喋るぐらいだったら大丈夫と思ったら亡くなっちゃってね。いや本当に素敵な方でしたけども、表になったんだけどね、彼は、あのパリにずっと、パリで暮らして、そして恋愛経験は少ない方ではないと思うけども、全て小池真理子と出会うためのものであったね。これだけ言わせるってすごくないですか。本当すごい、で小池さんのすごいところは、私小池さんにこの間ちょっと対談で申し上げたんだけども、
生活が変わってないんだよ。だからこの後悲しいから東京にもお家をお持ちだから東京のね、はいはい、まあ、あのマンションに行って、うん、あのまたちょっと違う生活しましょうとか、もっとお芝居見たりして楽しいことやりましょうとか、うん、旅行に行きましょうじゃないんだ。ご主人が亡くなった後もずっとね、小鳥さんに餌やって自然を見て、はい、料理を作って一人で食べる、うん、同じ生活を繰り返して、だから小池さんが、うん、あの変わらないから、自分がねその悲しみの中にどういうふうに夫を失った悲しみが沈殿していって、こういうふうに少しずつ少しずつこう変化していったり、自分にどういうものをもたらしていくかっていう、小池さん自身が全然変わらず、その軽井沢のその自然の中に身を置いてるから、うん、あの変化が分かってくるんですよ。だから各人が変化していったら、その悲しみも変化していくわけなんだけど、うん、じっと軽井沢に落ち着いてらっしゃるから、うん、あの自然の移ろいも、うん、四季の移ろいもこんな風に描けるんだなと思ってね、うん、なんか決して大げさに泣いたり、ああだったこうだったっていうわけじゃないのに、はあそうか、こんな風に静筆な言葉で悲しみって綴られるんだなと思ってですね、本当に感動してしまいましたよね。小池さんもおっしゃってたけど、朝日新聞にものすごい数のこう、お手紙が来て、やっぱり伴侶を亡くしたり、中にペットを亡くした悲しみを綴った人もいるんだけども、いや、こんな風に結ばれた夫婦って素晴らしいなと思いますよ。そしてこんな風に悲しみをね、うん、あの描くことができる小池のり子っていう作家、すごいなと思う、うん、やっぱこの方名文家だし、同じ頃あの神は憐れみたまえ長編も書いてらっしゃるんだけども、はい、なんかね作家としての覚悟が違いますよ本当に、うん、なんかね作家とかね、あの言って、あの本当になんか何も書いてなくてちょっと違うことしてる人たちに、本当に作家ってこういうもんなんだって言いたいね、お手本と、お手本って、うん、だからもともとさ地味な人じゃなかったの、うん、本当にあの悪女娘っていう、 こう、はい、ジャーナリズムにこう、うん、もてはやされたそういう華やかな存在だったんだけども、このままでいけないと言って決心されたとこから、やっぱりもうなんか作家として何が大切かってちゃんと分かってらっしゃったと思います。あの藤田さんのはこちらでもね、愛さずにはいられないも以前紹介して、はいはい、それと素敵な夫婦なんだなと思ってたんですけど、本当に素敵な夫婦だ、ね、美男美女だったしね、本当ですよね、絵になる、そんな才能あるお二人がもう結婚しちゃっていいんですかねっていう感じ ね、本当だよね本当、作家の夫妻で川上美恵子さんと阿部一茂さんの夫妻なんかも、あ、まあ、今いらっしゃるかな。どうですか、もしご主人が作家、絶対に無理なんでですか、やっぱり立てようと思うと、いやいやそうじゃないけど、あの作家ってさ、やっぱりこう 相手を観察していく人たちだから、うんうんうん、嫌だと思う、自分はこんな風な目自然で観察されてると思うと、うちの夫なんて髪の毛切ろうと何しようともう無視だから、もう無視じゃなくて気づいてないんだけど、気づいてないと、でこう一般人のさ、こうおおらかで鈍感な、はい、鈍感なことって私は貴重だなと思って、うんうんうん、確かにな、同業は厳しいですよね、同業は厳しい、私も嫌だなあの電車の中で初めにを最初読んだんですけど、泣いちゃった、泣きました、泣いちゃった、電車の中で、電車の中で、すごい、あ、そうなんだ、あ、中村さんみたいな、はい、あの若い人で、はい、旦那さんと鈍感な、いや、旦那さんと子供がいる人で、あ、はいはい、まあ、今幸せな結婚生活してらっしゃる方も泣いちゃう、うん、泣きますね、その小説家の方の言葉って本当に洗練されていて、もうやっぱり文章の力だよ ね、文章の力、言葉の力なの、本当に引き込まれちゃう、誠実な、うん、あの、はい、気が狂うほど悲しかったとか絶叫したとか、そんなことがあると思わず言ったとか、こうだったがんがこうなった、うん、あなったとかね、うん、そういうことは書いてらっしゃらなくてね、うん、藤田さんのお前が年取った時の顔も見たかったけど、もう見られないの残念なんです、うん、やっぱりね夫婦ってね、今ねあの途中で違うなと思うとチェンジするけども、うん、パートナーチェンジするけども、うんうん、一緒に年取っていくっていうのもまた尊いことだと思うよ私、もう許したりとかね、
しょうがないと思って、そして相手の年取ってるところをこう受け入れて、こちらも受け入れてもらいながら二人で死に向かっていくっていう老夫婦を見てると、やっぱり羨ましいなと思いますから、うん、はい、私もそんな風に生きていきたいと思います、うん、これから先。本当そうですね、それを思いました。こういう夫婦になれるようにね、頑張りたい。そうですね、本当に若い人こそ読んでいただきたい、うん、そう思いました。月夜の森のフクロウで、はい、ぜひ泣けます。